はい、皆さんこんにちは、ワンダルブリビジです。今回は信長の予防姿勢、徳川家康編続きをプレイしていきたいと思います。長篠戦いの後、本能寺の変が起きて武田が滅亡、信長も死んだ後、徳川がどう勢力を伸長していくかというところで、今回は北条と上杉と組んで信長亡き後の織田を攻めるという選択肢を取っています。前回はですね、岩村城を攻略。その勢いに乗って周辺一円も一気に占領したという状況です。今回は木曽福島城の攻略を進めながらですね、織田領へ一挙へ進行していきたいと思います。ではゆっくり時間を進めていきましょう。はい。木曽福島城を直政隊が制圧しました。まあ、直政に任しておけば間違いなしというところですね。さすがの直政です。木曽福島城には城主を立てましょう。で、この中ではどうだろうな。大久保に任せましょうか。で、事業の分配をして先に進みます。では、改めてここで、織田領侵攻作戦を発動しましょう。目標は、信長の生まれた名古屋城。ここを一挙に攻略していきたいと思います。予想される敵の兵力。織田家が総力を上げてくると、15万の兵力ですね。我々は7万ほど投入する予定になっています。まあもちろん兵力差は圧倒的なものがあるので、ここはですね、上杉や柴田勝家、このあたりから援軍を出してもらうことを、まあ、想定して戦っていきたいと思います。では、時間を進めていきましょう。これ、勝家と秀吉が戦闘状態に入りましたね。こうなるとどうだろうな。勝家からの援軍っていうのはあまり、まあ、見込めないかなと思います。という中で、堀秀政がやってきました。これ、同盟結びたいということですね。拒否します。まあ、勝家と秀吉では、秀吉の方が圧倒的に有利かなとは思うので、まあ、ちょっとここは残念ではありましたね。これより中勤に励みます。となると、まあ上杉の援軍を頼みにこの後の作戦を考えていきましょう。さらに上杉と本願寺が戦闘状態に入りましたね。ますますもって、戦いづらい状態になってしまってますので、織田領侵攻作戦のタイミングですね。これをしっかり測っていきたいと思います。まあ、無理なタイミングではやらないということですね。さて、さらに状況が変わりました。勝家がですね、織田軍からも侵攻を受けてますね。なので、これは、勝家と秀吉と、そして、まあ、織田信勝の三つどもえの戦いになってるんで、様子を見ましょう。様子を見て、出陣するかどうか決めていきます。今ですね、北国方面に、織田軍の主力が、ご覧のように集結してる形ですね。滝川和正隊1万。これでかいよな。この1万が壊滅してくれれば、郡上8万から犬山、名古屋と一挙に部隊を進撃させることもできそうかなと思います。さあ、織田軍の主力が大野城で戦ってますね。この大野城は勝家の勢力圏内になります。なので、ちょっと難しいタイミングですけど、ここは出陣しましょう。出陣します。名古屋城に向けて出陣。みんな、わしに続け。
敵もね、それなりの戦力整えてくると思うので、しっかりと、見届けていきましょう。別動隊として、まあ一部の部隊は、鳴海城、攻略に向かいます。先陣は、鳥居元忠隊かな。大久保隊もどうだろう。このまま行くと、まあちょっと微妙ではあるもんね。鳴海城の攻略に向かわせましょうか。もうね、鳴海城と名古屋城の同時の攻略戦になりますね。いや、敵も相当な戦力投入してるな。なので、まあ、できればね、やっぱり、ここは、同盟国の援軍を当てにしたいので、ちょっと様子見ましょう。上杉軍が、まあどう見ても、本願寺と大激突中なので、兵を出してくれるかちょっと難しそうなタイミングではありますが、交渉してみます。上杉に対して援軍。もう今日は郡上八幡。よろしい。触りなし。時が来た。では、合戦に入りましょう。忠勝、家康含めて、大部隊同士の大激戦になりますね。フル渡りの戦い。家康、自ら出撃して4万5千。小田は、総兵力、3万。采配していきます。これ勝てたら大きいよな。名古屋と鳴海と両方取れる。ね。まあ、部隊数もほぼ互角ですね。敵は前田刑事が出ていると。刑事がいるか。こちらは忠勝で刑事を叩くというね、前回の戦いと同じような戦いを模索していきましょう。漢字の刑事がどこにいるかというのを確認します。前田刑事。まあ、強いですかね。前田刑事、ここにいるな。前田刑事には、まあ、家康自ら当てるという手もありますけどね。布陣を変更します。これで前田刑事に対して、忠勝が当たるはずですね。では、対戦します。我が軍略。家康も自ら出撃します。要所を手に入れる。続け。要所を制するは我らよ。忠勝が一番やり。鉄砲にて打ち払おう。わしの軍略、今ここで使うべきものよ。前田刑事はこっちに来たが、刑事が変わってるな。刑事に対してはここ強撃しましょう。このまま行けば石川家成隊が持ちこたえてる間に援軍が到着するはずですね。死の利を抑えるのじゃ。忠勝がもう完全に無双状態ですね。忠勝のところに敵がやってきては忠勝が蹴散らすというね、圧倒的な忠勝の武が発揮された形です。損害はご覧のように我々もかなりの損害が出てますね。ただそれでも忠勝が強すぎました。縛り上げなさい。
では、この合戦の後の状況を確認していきます。なんとありがたい。よし、威風が発揮された。これでこの周辺を一挙に我々のものにできる。むちゃくちゃでかいな。6個の城と42の軍が寝返り、さらに織田家の部隊を撤退させてますね。状況を見ましょう。こんな感じですね。うわ、でかい。でかすぎる。清須、犬山、岐阜、大垣、長島と、ほぼ一体完全に制圧したな。これ、美濃から尾張にかけて完全制圧完了ですね。郡上八幡に関しては、どうだろう。残っている大野城と合わせて、風前灯火と言えると思うので、まあ、いくつかの余力のある部隊を派遣すれば、郡上八幡、大野城は制圧できますね。そして、長浜、沢山、安土、日野、亀山と、一気に部隊を進撃させることができそうですね。うん。めちゃくちゃでかい。続いて勢力図見ておきましょう。まず、維新ですが、まあ、将軍家はもちろんね、別格だと思うんですけども、大友毛利北条に次いで、徳川が第5位まで上がってますね。城の数で見ると北条毛利に続いて徳川。武将数も、徳川が上位に入ってきました。総兵力数も11万ということで、北条毛利に次ぐ動員兵力数。さらに最大兵力まで積み上げた場合は、家康が18万ということで、ここに来て一挙にこの戦国乱世の主役に躍り出たと言えると思います。大きいですね。尾張、美濃、一挙に攻略。この威風を響かせる、轟かせるっていう、このシステム結構いいですね。大合戦で勝利すると一気に、勢力が広がるので、一個一個潰す必要がないっていうのも大きいです。なので、この後は、長浜から、どうだろうな、あの津城にかけての、この、南から北にかけてのライン、ここを一挙に制圧していくという作戦を行っていきたいと思います。では、今回はちょっと短いですが、ここまでにさせていただいて、次回、残りの城をね、制圧してまいりたいと思います。